ごめん、お母さん。私、帰りたくない。私もずっと頑張ってたんだ。でもね、頑張ってるだけじゃダメみたい。どれだけ頑張っても守れないものってあるのかな。守りたかったな。今見えてた？え？ようこそガマガマ水族館へ。ねえ、知ってる？沖縄の海では時々ここでしか見られない不思議な出来事があるんだよ。もしもあの時あの場所で彼女と出会えなかったら、夢は壊れたままだったかもしれない。だから今度は二人一緒で叶えていきたい。ごめんお母さん、やっぱり私帰りたくない。この街でやりたいことがあるの。